不安です。縦半分に切り横、縦半分、わかめ一本なんかこの間もこの構図見たんだけど皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。今日はなんで今パチパチしたいやめっちゃ嫌だ元からです。今日またお出かけ行きます。はい、だけど今回はお買い物なんですよね。はい、もうそれやめて、気持ち悪いで。なんでめっちゃ嫌だ元からやって、だから前髪切ったで余計に上がった時にちっちゃく見える。はい、あのなんとあやさん調理実習を家でやらないといけないらしくって、はい、その材料を今から買いに行きます。なるべくかのさんが寝る前に帰ってきたいと思います。はい、じゃあ行きます。せーの、レッツダイ。あやはやチャンネル。終わりました。何食べてるんですか。芋。カノさんも好きなんだよね、この芋。うん、さっきお昼ご飯食べたばっかじゃないですか。うん。まあ甘いものは別腹ってことですね。じゃあお買い物から帰ってきました。はい。本日のメニューはこちらの材料を使ってあやさんが食事を作ってくれます。じゃあお願いします。皆さんは何ができるか当ててみてください。これ違うらしいですどうしよう、5人分でしょ。うん、ドバって入れな、ドバって詰めて、ドバって入れな、ストップ。不安です。縦半分に切り横、縦半分、縦半分に切ってさ、こう。それこれ揚げのあれじゃないの、小松菜は4センチ。そう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 。しょっぱなから超えてやるやん。4センチでどれくらい教えて。定規持ってて切り合えよ。海苔だけ食べるの、やばい怖い。自分どれくらいで描いたの？わかめ、何も描いてない。わかめ1本、わかめ1本、わかめって今持って数えた。最初にこんな感じでさ、何グラムとかで描いてないの？1、2、2分の1本。は？2分の1本。超怪しい手つきなんですか。見てんかった。トントン片方寄せて。そんな優しくしとったら取れへんぞ。怖い。食べやすい大きさに切ってください。細じゃこの方がいいどうするの、じゃこの方がいいどうするの。あーなんか今コーンのとこに刺しまいった、コーンのとこに刺しまいった。もう訳わかんし、反対側の包丁見ていい。バッサバッサやん。普段な親の料理をな全く見てないっていうのがわかるな。あれろ、最終的に見栄えが良ければいいんだろ。食べれればいいんだ。お嬢さん大変です。
地獄のマグマみたいになってます。水の中でほんだしないな。これ水多くない？味付けするにしても。あ、水1カップって書いてある。汚いし。まず片付けようよ。並行作業ってことを知らんかねよ。知らない。何袋洗った？袋は1、2分煮る。葉の部分を加える。茎の部分からだって。もういいやじゃん。ダメ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 。マジ？まあまあ、玉ねぎでどこまで向くの？イラスト葉っぱを入れて。はい。恐ろしい料理やな。そんな切り方する人初めて見たわ。え、マジ？なんかでかくね？気のせいか、切れないだけか。そう、切れてないのが問題なんじゃない？ちょっとなんか問題よ。ちょっとなんか問題。目が痛くて止まんだよ。強すぎではありません。これ加減は自分でやってください。はい、飴色になりました。はい、粗熱を取ります。粗熱って何か知ってます？このこもった熱。粗熱が取れました。どうもなって、この見た目。あ、食べちゃダメ、食べちゃダメよ。昨日もダメだよ。今はダメよ。見てください、もうお外の色が陰ってきております。調理を始めてもう1時間半経ってます。いいのこれ。まだできてないよ。これはもう焼くだけやな。なんか長かったね。こうやって空気抜くんだよ。丸めだからさ、これベチャベチャベチャって丸まってないよ。やって、ちょっと詰めて、うん、誰に当たったの？ハンバーグに当たった。もう外真っ暗なんですよ。何時間かけてご飯作ってるんですかね。このでかいの誰ですか？私の。え、誰なんて思っとった？毎日これが出ればいいな。うん、うまい。美味しい。かんちゃんがうまいって食べとる。珍しいね。ハンバーグ食べへんかったもん。なかなかね、こうやってね、揃って挨拶することが少なくなってきましたが、今日は久しぶりにあれをやりたいと思います。どれ？あれかのさん、以前喋ることをお兄ちゃんお姉ちゃん買ってきてくださいとかいうゲームをやってました。かのさん、最近おしゃべりどうですか？おしゃべりです。